x ウィング、x ウィング、X は映画スター・ウォーズシリーズに登場する架空の戦闘機である。銀河内乱時、主に反乱同盟軍によって使用された戦闘機。その中でも s フォイルと呼ばれる可変翼の展開時に翼が X 状となるものが x ウィングと呼ばれた。速度と火力のバランスに優れ、4つのレーザー砲と2つの プロトン如来発射管を備えており、敏瘍なエンジンは、ドッグファイト中でのキレのある動きを可能にしていた。また、X ウィングは、ハイパードライブを備えており、アストロメクドロイドの力を借りれば長距離な移動も可能であった。ローグワンでは、ブルー中隊とレッド中隊が狩る戦闘機として登場。ブルー中隊の一部は、スカリフのシールドゲートを突破し、地上部隊の援護を行った。 エピソード4では、ヤビンの戦いにおいて、ルーク・スカイウォーカーなど、レッド中隊のパイロットがこれに登場し、2機だけが、生き残りながらも、帝国軍の初代デス・スターの破壊に成功す。エピソード V では、ホスから脱出する同盟軍輸送船の護衛として、使用されており、ルークなどの一部反乱軍兵士はこれに登場して、脱出している。エピソード6では、エンドアの戦いにて、 ウェジアンティリーズなど多くのパイロットに使用され、デススター破壊に貢献する。エンドアの戦いの30年後でも、X ウィングは共和国艦隊に使用されており、レジスタンスの戦闘機は、ほとんどが X ウィングの型落ち品を改良したものであった。ゲーム作品、スターウォーズ出撃、ローグ中隊と、そのシリーズ作品である、スターウォーズローグスコードローン2、3にも登場。 カノンに登場しているもののみを記載する、インコム射製。Q3 部作に登場した、X ウィングはほぼ全てがこの型である。T-65CA にスペーススペリオリティ、ファイターとも、インコム射製。ローグワンで、初登場。フォースの覚醒で、レジスタンスが使用する、後継機。インコフレー射性。T-65 に比べエンジンが改良されており、 より多様なアストロメクドロイドが搭載できる、可変式ソケットが貼り付けられていた。モジュール式の二次兵器ポットを備え、プロトン如来発射管を別の兵器にしたり、追加レーザー砲を取り付けることも可能だった。ポーダメロンが登場する、X ウィングは、黒色のレーダーを散らすフェロスフィアペイントで、コーティングされておりステルス性が高められたが、機体の色は特に明るい場所では、非常に目立った。 新共和国によって使用されていた、X ウ i ング、インコフレイ社製。ポーダメロンは新共和国防衛艦隊に所属していた、時、この選手を使用していた。X ウ i ングは反乱同盟軍において、あらゆる任務に使用可能なマルチロールファイターであり、本機を運用した部隊として、ローグ中隊が有名である。もともと、X ウ i ングは、 銀河帝国の新型正式戦闘機として開発が進められていた。しかし、帝国軍情報部から開発元であったインコム社の開発チームの中に反乱同盟軍のンパがいるという疑いをかけれ、メンバーはこの開発プロジェクトから解任された。彼らには厳しい尋問が行われていたが、それを察知した同盟軍が設計図及び2機の試作機と共に、 彼らを救出した。車内に残っていた X ウィングのデータは全て破棄されたとされている。X ウィングの最大の特徴は、機体後部の4枚の主翼、S フォイル、ストライクフォイールズ、スタビリティフォイールズである。着陸時や中期時には、この S フォイルを両側の同一平面上に閉じた状態で固定しているが、戦闘時にはそれを X 状に開いた。 戦闘ポジションに固定して飛行する。これが X ウィングという故障の由来である。またいスフォイルを展開することにより、内側のラジエーターから放熱することができ、それに加えて、機体自体の表面積の増加により、非常に効率的な冷却が可能になっている。初期型では、非展開時は熱能力が不足するため、レーザーキャノンの発射を不可能にする安全機構が設けられていた。 そして、4枚の S フォイルの先端には4機のテームバック射程 KX q レーザーキャノンが搭載されてり、このレーザーキャノンは角度にして、数度ではあるが補足した敵機にその方向を固定することが可能である。さらに S フォイルを戦闘ポジションに展開することで、異界が格段に拡大したため、タイファイターなどの小型戦闘機に対しても高い命中率を誇った。 コクピットは機体のほぼ真ん中に配置されており、パイロットは1名であるが、後ろのドロイドソケットにアストロメクドロイドを搭載することが可能である。ただし、搭載可能なアストロメクドロイドは、R2 シリーズと R4 シリーズに限られる。搭載されたドロイドは、主な役割である、ハイパースペースジャンプの座標計算のほか、自動操縦、戦闘中のレーザー砲、変更シールド、 推進エンジンへのパワー供給量の調整等を担当し、自身の作業アームの届く範囲での応急修理も行う。また本機は操縦が非常に簡単であり、同じインコム機でアウターリムの若者を中心に非常に広く浸透している大気圏内機 T-16 スカイホッパーと操縦方法が告示しているため、T-16 を操縦したことのあるパイロットなら、 x ウィングはすぐにでも乗りこなすことができるとされている。事実、同盟軍では T-16 を x ウィングの練習機として使用している。コックピットの真下には2門のプロトン魚雷ランチャーが搭載されており、機体内部の爆弾層に計6発を装填できる。またこのランチャーは、浸透ミサイル等のランチャーと容易に乾燥可能である。しかし常に至近難である。 同盟軍にとってはミサイル等の兵器の購入は非常に重い負担となるため通常の戦闘時にはほぼ一組か一発も装填せずに出撃していたデススター攻略戦の時ですら一発も搭載していない機体があったほどであるルークが二発搭載していたのは偶然だったその優れた性能により X ウィングは帝国軍の主力戦闘機であるタイファイターを圧倒し 帝国軍はそのためにタイファイターを改良したタイインターセプターの開発を余儀なくされることになる。しかもそのタイインターセプターでさえ大抵の戦闘では X ウィングに勝つことができていないのも X ウィングの高性能さを物語っていると言えよう。実際、銀河内乱時、タイファイターが X ウィングを一機撃墜できる時間があれば X ウィングはタイを5機撃墜しているだろうなどと 言われていたほどである。ただし、帝国軍が配備するタイファイターの数は、X ウィングの5倍どころか数十倍、数百倍にも及ぶため、同盟軍パイロットがいかに勇敢で優れた技量を持っていても大量に押し寄せるタイシリーズと技術と勇気では決して同盟軍に引けを取らない、帝国パイロットを相手に過酷な戦闘を強いられ続け、敵を5機10機撃墜したところで、 同盟軍の劣勢が覆ることはなった。X ウィングは良好な機動性と強力な武装、十分な防御能力を備えた戦闘機であり、Z-95 ヘッドハンター、Y ウィングなどの旧式戦闘機に頼っていた同盟軍にとって初めて帝国軍新鋭戦闘機を凌駕する性能を持つ機体である。しかしその反面、高性能かつあまりにも多機能な点が災わいし、 戦闘機としては非常に高価な機体になった。素晴らしい操縦性の反面、お世辞にも整備性の良い兵器とは言いがたく、その複雑極はまる精緻な内部構造は常に資金難にあえぐ同盟軍及びその整備兵を苦しめ続けた。作戦の度にただでさえ足りない機体を前期稼働状態にすべく整備に追われることとなったのである。結局同盟軍は 銀河内乱の最後まで潤沢な奇数の X ウィング部隊を持つことはできなかった。それでも現場の評価は非常に高かったが同盟軍のスポンサーの中には劣勢な反乱同盟軍が主力戦闘機とするにはあまりにも高級機すぎるのではないかという声もあった。また、その高さ、滝の能さゆえに搭乗員が脱出をためらうという事例がしばしば見られた。前日の通り、 同盟軍にとって非常に高価で貴重な主力戦闘機であり、さらに輸送船の不足を補うために、脱出戦闘などでは機内コンテナに積み込めるだけの重要物資や応急処置を予備パーツを積んでいることも多かったので、ある、もっとも、スペアパーツボックス内のパーツを放棄して、ダミーやフレアの代用として使う戦術もあったのだが、このため優秀な脱出装置が備わっているにも、かかわらず、 被弾時に、ギリギリまで機体を放棄することをためらい、結果として戦死してしまうパイロットが後を絶たなかった。常に優勢な帝国軍の攻勢を受け続けており、パイロットが海嶺機船のベテラン揃いだったため、自分の機体に少なからず愛着があったのも、機と共に散ってしまう傾向に拍車をかけていたようである。一方、帝国軍では、パイロットと機体は固定されていない、いつも違う機体に乗り込んでいる。 関係上、パイロットは、タイファイターという機種には誇りを持っていても機体、そのものに愛着はなかっため、可能な状況であれば、脱出をためらわなかった。X ウィングは、その後数十年にわたって、反乱同盟軍、新共和国の主力戦闘機として使用され、後に、XJ 型、ジェダイ専用機ステルス X などの改良機も、開発されている。後期の X ウィングは、 その整備性の悪さや性能が改善されている。X-Wing という名前の由来は、1980年代にシコルスキーエアクラフトが実験的に開発したヘリコプターと固定翼の複合した飛行機の名前、シコルスキー X-Wing ではないかという指摘もある。スターウォーズが1977年米公開の映画であり、公開時から X-Wing と表記されていた上、 次回作、帝国の逆襲、1980メートル公開から、劇中にもその名が出てくる点から、上記の指摘は正しくないと思われる。スター・ウォーズシリーズの反乱同盟軍の宇宙戦闘機はすべて、機体の形を表すアルファベットに、ウィングが続く名前になっており、と、単にその法則に則っ,っただけと推測される。なお、映画本編内の言語では代名詞として、 という表現をされており、航空機ではなくあくまでも宇宙、船という扱いである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。